サンアントン教会ビルバオ市街地における一山、アントン教会は、スペインバスク自治州ビスカヤ県、ビルバオのカスコビエホ地区にあるカトリック教会である、ダイアントニオスに捧げられている。ビルバオ市の紋章には、サンアントン教と共に、サンアントン教会が描かれている。ネルビオン川菓子にある、1300年、ディエゴロペスである五世は、ビルバオを建設して、特権を与えた。 1334年にはカスティーリアをアルフォンソ11世が要塞と城壁の建設を命じ、洪水に対する堤防のように使用された。この城壁は発掘調査によって2002年に発見されている。 現在の教会がある土地は商品の倉庫として使用されていたが一四百三十三年に聖アントンに捧げられたサンアントン教会が完成し長方形の振動一つとアーチ型の屋根を有した今日ではビルバオの球場壁付近で教会の古い基盤を見ることができる当時の敷地はとても小さくまた教会を信仰する人々が増加したため一四百七十八年には 境界を拡張する新計画が開始され、16世紀前半に拡張が終了した。拡張部分には、窓から太陽光が降り注ぐ、手楼の壁は高い位置が中楼となっており興味深い。正面玄関はルネサンス様式であり、1544年に不安でガリタによって築かれた。手楼はバロック様式であり、1775年に不安で、 リトゥルブルによって築かれた。ヘロニモであるゴスによって設計された風光計が付け加えられている。教会の多くの調度品は時間とともに失われている。主催壇画は画家のイニア・ケールギンによって描かれ、卓形されたキリストの肖像画と聖ペドロと聖パブロの肖像があったが、ロマネスク様式の棚の一部であった。この二つの肖像は現存しない。 15世紀のゴシック時代の聖アントンの肖像画と、ロココ時代に彫刻家、フアン・パスクアル・デメナによって彫られた聖アントンの肖像がある。歴史を通じて教会は多くの被害を受け、二度閉鎖された。ネルビオン川に隣接していることから、被害の多くはネルビオン川がもたらした。何度も洪水が起こり、建物内部が影響を受けた。直近の洪水は1983年であり、 建物内部を破壊し、扉や手すりを引き流した。戦争時の爆撃や火災でも多くの被害を受けた。特に、カルリスタ戦争中には、教会が倉庫として使用されたため、教会としての機能を閉じなければならなかった。1881年には、教会が荒れ果て、二度目の封鎖が行われた。サビのゴイコエチェアによる復元で、オリジナルのものの多くが変更されたため、 大きな論争を呼んだ。ゴシック様式は15世紀と16世紀の建築様式である。この時代に建てられた建築物の大部分は時間とともに風化し、再建されてきており、もはやゴシック様式のエッセンスを残していないことが多い。サンアントン教会も再建を経ているが、リブのある天井、鋭いアーチなど、 オリジナルの時代のゴシック様式の特徴を見ることができる。サンアントン教会には、プロボストの礼拝堂、ピエティの礼拝堂、サンロケの礼拝堂の三ネの礼拝堂がある。1984年7月17日、国定歴史的、芸術的建築物に指定された。ありがとうございます。